ズファンディーリッチダラハカマウラボシ属ドラネリアは、ウラボシ科のシダ植物。着生で、葉に苦手があり、根元に広がる葉に落葉を貯める。ハカマウラボシは、着生シダ植物であり、葉に苦手がある。その一つが、スバと呼ばれ、これは着生した木の幹に密着して、上向きに口を開け、そこの上からの落葉を集める。これは、 樹状という肥料に乏しい環境でそれを集めるための適応と見られる。同様の荷型は、どうかの美覚シダ属にも見られるものであるが、本属では、蕎麦が放肆用の形、単羽状と基本的には同じ形を保っているのが特徴である。園芸的に栽培される場合もあり、その場合には類似の飾りシダ属なども混同されることがある。着性のシダ植物。根茎は太くて、 多肉質で若い部分は細長い輪片に覆われる。葉は根茎の上に少しずつ距離を置いて出る。葉にははっきりした荷型がある。一つは胞子葉で、これは細長く伸び出し、単羽状に裂けるか、あるいは単羽状服用となり、緑色で光合成をし、葉裏に胞子脳群をつける。もう一つは比較的短くて幅広く、また柄がない葉で、 これをスバという。スバは円に大きな挙子があって浅く炭上に裂け、右上の主脈と側脈がはっきりと見て取れる。またこの葉は成長するとすぐに緑から褐色に変わるが、枯れた姿でそのまま宿いまし、着生している樹幹の上にあってその葉と樹皮の隙間の部分に落ち葉を蓄える。またこの葉には放射脳は生じない。なお一般に裏し家では、 葉の基部に関節があって、葉が枯れるとこの部分で折れて取れるが、本属では、これが発達せず、放射用の場合も落葉はせず、裂片や尾片がそれぞれに枯れて外れ落ち、後に葉片と中緑だけが残る。葉脈は独特の複雑な構造を持ち、ドリナリア型とも呼ばれる。列片の中脈から出るはっきりした主側脈と、このような主側脈間をそれらと直交して結びつける。 脈によって一時の網目が作られ、その内部に伸びる、細脈で二時の網目が形成される。さらにこの二時の網目の中に有利した、細脈が入り込む。胞子脳群は、包み膜がなく、この有利細脈か細脈の分岐点に生じ、それぞれの胞子脳群は散在するものもあれば、互いにつながり合って、パターンを形成する例もあり、その型によって属の細分がなされることもある。 学名は、森の妊婦であるドリアスに由来するとも、ギリシャ語のドライズに由来し、スバがカシワの葉に似ることに由来するとも言われる。この植物は樹幹に着生し、捕服系を伸ばすが、無柄で幅広いスバは往々に互いに重なり合い、それによって捕服系と根をほとんど覆い隠す。この葉の内側に落葉を蓄積するが、その量は、ビカクシダ族に比べればずっと少ない。 旧世界の熱帯域とオーストラリアに分布し、約20種が知られる。同じように歯に苦型を持つものに、カク子ダ族プラティシリアムがあり、やはり空中へ伸びる歯に、放射能をつけ、根本に広がる歯に落ち葉を蓄える。その点では、本族と似ているが、本族のものでは、どちらの歯もこのか本来の歯の形を、ある程度残しているのに対して、カク子ダ族では、 かなり独特の姿になっている。また、飾りしだ族アグレアモウァなどでは歯に苦手はない。ものの、胞子をつける歯の基部が横に広がって、落ち葉を受ける構造となっており、同じような適用の方向を示すものとなっている。ちなみに、系統関係の面からは、本族と美格しだ族は、縁が遠い。本族と最も近縁なのは、飾りしだ族と考えられている。いかに代表的な種を挙げておく。 日本には従来は発見されていなかったが、1991年に沖縄本島で発見されたことが報告された。ただしたった一箇所、それも小さなコロニーだけとのことで、絶滅が大いに危惧されている。ただし、この自生地は米軍基地内のため、今のところは乱獲を防ぐことができている。干渉用に温室で栽培されることがある。その際には、 多少似た姿を持つ飾りしだ族なども混同され、本族とまとめてドリナリアの名で呼ばれる場合もある。ディーリ・リダデューラは、法使用は長さ1から2メートルに達し、長い傭兵がある。南太平洋ではしばしば現地民族舞踊の際の髪飾りに用いられる。また、袴裏星及び金縁種いくつかの根景が、薬用に用いられる。苦味があって、中国の医術で強制。 長期の下痢、リュウマチ痛、死痛などに用いられ、さらに多撲症や骨折にも害があるとされている。以下、種として、園芸植物大辞典、P1634 から1635ハット、ホルタンプ、151園芸植物大辞典、P1634 から1635以上、鈴木、P14 クレイヤーシュナイダーアップ、220。 園芸植物大辞典 P1634 から1635沖縄県 P216 園芸植物大辞典 P1634 から1635園芸植物大辞典 P1635 掘ったほか編 P399 ありがとうございます。